紹介するのはこちら、ゼータディビジョンフォブコントローラー、うわー、ビザードクラブさんが作ってくださったやつなんですけど、こちらですね。こちらをそれでは開封していこうと思います。あ、コントローラーだ。ゼータディビジョン特製のコントローラーでございます。コードがもうあれですね、紐のやつですね。後ろにですね、このゼータディビジョンと書いてあります。ここにもあの Z って書いてありますから、のもうぼやけて分かんないと思いますけど、ここにも ZZ の Z は刻印されておりますから、コントローラーうい Z でございます。まあこれあれですね、チームカラーですか、黄緑の、紐になっております。しかも最新型のフォブコンですね。なんとあの僕が今まで使ってたフォブコンって、これ基板がですね、バージョン1個前のやつなんですよ。これ買った1ヶ月後ぐらいに新しいバージョンの基板が出て、僕ずっとオフルの基板でやってたんですけど、こちら正真正銘ともに最新型のフォブコンでございます。あのこれ新品ですので、非常に今コンスティックの方が硬いです。 LR がボタンですね。で Z ボタンがクリック式と。あー、買ったで、やっぱ最初のやつはスティックのほぐしが間に合わんかったら、フランスは前のコントローラー入れますけど。そしてやっぱボタンもね、やっぱ最初なんで硬いっすね。なんでちょっと遅くないっすか、そんなことない。硬いと何が起こるかっていうと、このショージャンサイマーがちょっとやりづらいんですよ。この PK ファイヤーが先に出るんですよね。これがね、感覚で出せるようになったらコントローラーの調整が完了。サブキャラと同じでコントローラーにも連動っていうのがあると思ってるんで、コントローラーピシピシ使って浮気してる人、危機感持った方がいいよ。ああ、やっぱ X ボタンがまだやっぱり全く押してないので、ちょっと固めなんで、結構小ジャンプじゃなくて大ジャンプが出ちゃったりすることがあります。このほぐしていく時って楽しいよね。ちょっとまだ下鏡がぎこちないわ。これフランスまでに間に合うかなっていう。いや絶対あの5月とかには間に合うと思うんですけど、もう来週なんでこれは持ってきますけど、調整が間に合わなかったらフランスはちょっと前のコントローラーでよっかな。コントローラー職人のがいて、まあ、その人たちがその海外からの基板とかを取り寄せて、まあ、取り付け作業をしてくれるみたいな。日本の方が手際が良くて、実はコントローラーを買うなら日本の方がいいらしい。フォーブで買うなら。アメリカもね、スマブラの大会行くとすっごいフォーブコン売ってんのよ。大会のブース使って、どんなやつでも一応作れるから、店掲げて。割とね、モグリのフォーブ屋がいる。フォーブは何ボール結構高いよ。フルカスタムで300ドルとか200ドルとかなんで、どんなやつが作ったか分かんないコントローラーは一応フォーブだけどあんまりみたいな感じなんで、わちさんも適当なところに頼んじゃいけないって言ってた。スマブラ SP は正直跳ね戻りぐらいでいいから、安い。ちょっと最低限のカスタムでいけるけど、フォームってもともとそのデラックスやる人のために開発されたやつで、デラックスとかさ、フォックスのファイヤーフォックスの角度とかがめっちゃ重要だから、それ用にカスタムとかあるわけで、 SP やるだけなら結構最低限の跳ね戻り防止とかLR ボタン化とかそういうのでいいんだけど、まあでも信頼できるフォブ屋に頼んだ方がいい。ブラックジャックみたいなフォブ屋がいるらしい。日本も 3,4 個ぐらいあんのかな、業者は。だからどこ行けばいいの、ビザードクラブとかがいいんじゃないですか。大体のプレイヤーはそこに頼んでるんで。コントローラーの改造が OK ってことに驚いて、まあまあなんだろう、大会の規定でその何のコントローラーがダメなのかっていうのがあって、それはあの人間ができない行動をするコントローラーが無理。マクロコンとか連射コンとかだよね。ホリコンも OK っていうことはそういうことなの、ね、まあホリコンは連射機能もあるけど、一応連射機能を使わなければ OK だし。過去大会でアウトだった人いた、わからん。アウトだった人もいたかもしんないけど、まあわかんないね。連射コンとかはわかるじゃん、その赤いボタンがピーってつくから。フォブコンがダメだったら一応ホリコンもまあ任天堂のコントローラーじゃないからあれかもみたいな、なるし。スマブラ X の時そういうのがちょっと議論されてた。左スティックになんかのバネを入れることで、まあ、めちゃめちゃレバガチャが速くなるみたいな、なんか理論上
あったけど、なんか一応それは禁止みたいなのあったっけな。誰もやんなかったけど。あとやってたとしても普通にわかんないけどね。マクロ的なやつで強くなるとかあんのかな。まあ、連射コン禁止なんですけど、大会で。実際連射コンを使ってやると、めちゃめちゃやりづらいし、むずいらしい。その、レバガチャはすぐ抜けれるけど、それ以外の操作がマジでおぼつかなくなるらしいから、まず実戦で使えないよね、っていう。まあ、財布くらいしかないんだけど、まあそうね。財布とかならあれだけど。いやー、これ。ちょっとスティックが硬すぎて、あれですね、下鏡の反転が。まあ、スティックは最悪いいとして、俺、ボタンをほぐしたい方なんですよね。左スティックってあの、なんか模様描いてあるじゃないですか、丸いやつ。あれがね、擦り切れてなくなったらもう一人前のコントローラーだと俺思ってる。一回間違えてパセリのコントローラー触ったんだけど、触って試合開始したんだけど、すぐお互い気づいた。え、なんかお前のコントローラー、なんかスティック変じゃね？俺も、え？お前のコントローラーなんか模様ね？みたいな。パセリは全然擦り切れてない。でもね、やっぱ擦り切れないやつは擦り切れない。なんかシュートンさんとかも擦り切れなかった気がするんだよな。でも俺めちゃめちゃ嫌だったけどね、あの小学生の時、人に自分のコントローラー触られんの。え、だって俺のじゃん。今は別になんか特にそんなこと思わんけど、なんか友達にコントローラー貸す時とかさ、俺のコントローラー貸したくなかったもん。別に汚いとかそういうもんじゃなくてさ、配信初見でそう思います。え、やっぱ配信初見の人もそう思う。やだよね。不思議と今は全然貸してもいいんだけどさ。まあそれはなんか大人に貸すからね。子供の時も思ってた。この、なんか、こんなちっちゃいガキに渡したら、壊すんじゃねえかなって思って。今はもうさ、貸す人なんて二十歳超えた大人とかしかいないから、大丈夫かなって思うけど。他人用のコントローラー買った。優しい。コントローラー消耗品のくせに高すぎる。いや、今はね。あの、GC コン2000円です。いまだに俺4000円5000円のコントローラー買えないもん。だから俺プロコン持ったことないんだよね。俺プロコンめっちゃ欲しいと思ってんだよ、いまだに。プロコン自分のもん一個もないし、マジであんまり触ったことないんだよね。高いから。あれめっちゃ便利だと思うわ。カーゲームでプロコン使う人、いや俺全部ジョイコンでやってる。プロコン全然壊れんぞ。え、今はもう全然壊れない。前はなんかスティックがさ、脆かったりするみたいな。しかもプロコンスティックが来ないな。マジで。なんか最初さ、プロコンからめっちゃ粉吹いてすげえ壊れるみたいになったから、グリース塗ってたじゃん、みんな、独自に。あ、でもスイッチももう終わる。